長い間待たせてごめんね。ベン、起きて。目を覚まして、ベン。ベン、やっぱりまだ心が帰っていないの？こういう仕掛けか。これじゃ誰も見つけられないわ。バニタス！何しに来た？感動の再会に水を差して悪いが、俺も兄弟として参加させてもらうよ。何？やっぱりベントゥスは目覚めないか。出来の悪い兄弟を持つと苦労する。黙れ！ああ！このマスター様は血の気が多いな。アクア、ここは俺が。うん、私が蹴りをつける。でもまだ体が。さっきはあなたたちにかっこ悪い姿見られちゃったから、少しはいいところ見せなくちゃ。アクア！
俺、起きなくちゃ。ああ、俺はどうすればいい？目覚めの力を。でも、俺はまだ力を取り戻せてない。失ってない。眠ってるんだ。誰かのために目覚めるんだ。誰かのために一瞬で。눈을 뜨세요, 용사여. さすがに守護者3人相手は無理だわ。兄弟も目覚めたことだし、またの再会を楽しみにしてる。アクア、大丈夫か？大丈夫よ、ソラ。君がソラ？ああ、ベンティス。そうか、欠落を補い合うもの。え？ベンでいいよ。おはよう、ベン。おはよう、アクア。よくぞ集まってくれた。まずはソラ、リク、
ドナルド、グーフィー、オーヨ、感謝の言葉しかない。ありがとう。そしてアクア、ベントゥス、よく戻ってくれた。いえ、長い間不在にして申し訳ありませんでした。そして皆さん、助けてくれてありがとう。みんなありがとう。時間がかかってしまってごめん。テラもまだ助けられなくて。いいえ、これは我らエラクス一門三人の問題です。私たちで乗り越えないと。うん、以前闇の世界で助けていただいたと聞きました。もっと早く助けに行ければよかったのですが、自分が未熟なばかりにすみませんでした。そしてありがとうございました。うん、立派になりましたね。陸はキーブレードマスターなんだ。そうなんですね。王様もさ、ミッキーも。そりゃはまだだけどね。またそれ言う。出会った頃と変わってなくて安心したわ。あなたは覚えてないかもしれないけど。いいのよ。そして新たなキーブレード使いとなったリアとカイリ、短期間でよく頑張ってくれた。よろしく。俺もキーブレードマスターになるからぞ。あなたはやっぱりあの時の。え、顔見知りかい。私とミッキーがレイディアントガーデンで出会った時にアンバースに襲われていた小さな女の子、覚えていませんか？ああ、あれ、カイリだったの？私がかけた魔法が少しは役に立ったのかな。ごめんなさい、私幼い頃の記憶がなくて。でも私も助けていただいていたんですね。ありがとうございます。ううん、あなたはまだとても小さかったから。記憶をなくしていなくてもきっと覚えていないわ。窮地を温めるのはいいけど、俺置いてけぼりだし。ロクサスそっくりな奴がいて一瞬息止まるくらいびっくりしたけど。ベンはベンで久しぶりな上に友達なんだけど、その説明もややこしいし。なんかみんな誰かと誰かが昔出会ってて情報多すぎて記憶できねえよ。ごめんよリア。記憶してるのか。ああもちろん、友達だろ。リアまでキーブレード使いになっててびっくりだよ。ああ、アクセルとベンは知り合いなのか？アクセル？リアじゃないの？あら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 、ややこしいだろ。うん、また増えた。ご心配なく。皆さんにお渡ししているモバイルポータル、そちらの方にこれまでの経緯をまとめておきましたので、後で目を通してみてください。それでわからないことは各々通信で聞くと。さすがシビリー、準備がいいね。うん、これで守護者は7人揃った。うん、でもロクサスもナミネもテラもここに揃わせてあげたかった。何弱気になってんだよソラ。らしくないぞ。テラはきっと機関側にいる。その時こそ助けるチャンスだ。私とベンもいる。
テラは必ず連れ戻す。俺昔テラと約束したんだ。テラを助けるのは俺じゃなきゃいけない。ロクサスは何とかする。方法はまだ見つからないけど、俺が連れ戻す。ナミネは私といつも一緒にいる。それを感じている限り彼女は消えない。戻ってこられる。私も諦めないよ。一人で抱え込まなくていいんだ、ソラ。僕らはキーブレード使いじゃないけど、ソラのキーブレードを一緒に握ってるんだ。いつもそう思ってソラの背中を見てるんだよ。そういう一人前だよね。台無しだな。ここに全員が揃わなかったのは残念だが、こうして七人の守護者は揃った。ドナルドとグーヒーも参加し、九人の光の守護者とも言える。その先に必ずや全員が揃うと信じよう。はい。ミオチョウ、かの地に集う。今日はおのおのゆっくり静養するといい。はい、はい、はい。入ってくるときに思ったけど、本当に綺麗な星空だね。ええ。あれから10年以上も経ったんだね。そうね。俺、いろんな夢見てた。アクアやテラの夢や、ソラたちの夢も見てたかな。あと、全然見たことのない仲間の夢や、そうそう、変な動物もいっぱい出てきたんな。夢の中でも、ずっと冒険してた気がする。私もいろいろあったわ。でも、もう少し、もう少しで元に戻る。テラが戻ったら、いっぱい話そう。黒い箱探しはたくさんだ。出てくるのは全部違う箱だしよ。そうだね。箱探しはここまでにしよう。なんだって？世界のどこにも黒い箱はない。それが答えさ。やっぱり騙されてたんじゃないか。焦らずお聞き。今探しても意味がないんだよ。よくわからねえな。結局箱はどこにあるんだ？光と闇が衝突するキーブレード戦争の舞台さ。私たちはただ待っていればいい。どちらが勝とうが箱は見つかる。おいおい、じゃあ俺様の出番は？今回は温存しておきな。箱が手に入ったら忙しくなるからね。
もう、ロクサス、とうとうお前を助けられないままこの日が来ちまったな。お前の故郷はこの世界ではないだろう。お前、戦いに来たわけじゃない。緊張するな。おい、そんなに食えないだろう。それに一本はロクサスの分として、もう一本は誰のだ。二本食うつもりだったのか。知らねえよ、なぜか三本買っちまったんだよ。てか何しに来たんだお前。記憶してるか、俺たちが親友だった頃、城に時々忍び込んでた。おう。そこでできた友達を救い出すために俺たちは賢者アンセムに弟子入りした。覚えてるよ。でも見つからなかっただろ。諦めたのか。諦めてねえけどさ、俺らが弟子になった直後、なんだか知らねえうちに賢者アンセムは行方不明、なんだか知らねえうちにノーバディになって、なんだか知らないうちにお前はゼムナスの側近になって、それどころじゃなかっただろう。ゼムナスの元の姿、ゼアノートの研究材料だったあの子を救い出すには、そうするのが近道だと思った。で、見つかったのかよ。俺も最初はお前が上に行けるように協力してただろう。見つからなかった。いたという痕跡さえな。あの子は最初からいなかったのかもしれない。いつしかそう思うようになった。そしていつの間にか俺の目的は変わっていった。より強い存在になることに。そこがダメなんだよ。今からでも期間なんてやめちまえよ。お前こそロクサスも探していた友達と同じだろ。あの子はもういない、そう思った方がいい。ふざけんな。俺はロクサスを必ず連れ戻す。そしてあの子も探してやる。なんならお前も連れ戻してやる。目の下のマーク消えたんだな。ああ、もう必要ない。泣き虫だったお前に俺が教えてやった逆さ涙のおまじないだ。うっせえ、帰れ。明日ボコボコにしてやっからな。楽しみにしている。いつお前の中にいると気づいていた。助けてくれただろ。俺についてきたのは何が目的なんだ。レプリカの試作だった俺は失敗作だった。お前たちと別れた後すぐ体は朽ち果ててしまい、中途半端に持った自我は闇の一部となってさまよっていた。そのまま闇に溶けようとしていたところにお前が現れた。運命でも感じたか。そうかもな。どうせ溶けるなら闇よりお前がいい。それでいいのか。ああ、でも最後にまだやることがある。だからもうしばらく溶けずにいるさ。
ゆっくりすればいい。リク、一人で何してるのかな。でも一人にさせてほしいって言ってたから、そっとしてあげよう。はい。お、え？これからの戦いは今までと違う。もう離れ離れにならないように、おまじない。うん、でもカイリは俺が守る。ううん、私が空を守るよ。Thank you.
が違うぞ。かの地、キーブレード墓場はこの先だ。うん、誰か来る。わずかに伝わるキーブレードとキーブレード戦争の伝説。かつて世界は闇に覆われ、そこから新たな光を見出した。破壊の後に創造があるように、キーブレード戦争の後に何があるのか、我らもまた伝説通りに光を見出せる、光にふさわしい生命なのか。それとも世界は闇に帰属されるべきなのか。これよりこの場で伝説が再現される。それにはまず世界を闇に覆うため、光であるお前たちの絶望が必要。抗って抗って抗った先に掴む鍵によって、キングダムハーツが現れる。まずは我々からの贈り物だ。しるべをたどれ。なんだこの数。みんな気をつけて。
だ。先に行ってるみたいだよ。うそ。は。ほ。や。先に進もう。テラ！ベン！テラ、やっと会えた。テラ、本当にテラなの？なんだよ、アクア。あなたの中にテラはいない。え？テラの体を返しなさい。
これで13人目。お前たちはここで敗北する。何を？13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。だが安心する、キーブレードはここで完成する。お前たちに負けることはない。なんだよこれ。え？しっかりしろ、ソラ。3人の姿は消えていない。心もまだ離れていない。守るんだ、みんなを。ああ、3人で戦いましょう。ミッキー、カイリー、グーフィー、3人を頼みます。無理はしないで一度撤退しよう。そうはいかないようだ。
ナルドもグーフィーも王様も消えちゃった。どうしよう、リク。俺どうすればいいんだよ、リク。もう戦えないよ。俺はみんながいたから戦えたんだ。一人じゃダメなんだ。これ以上無理だ。ソラ、俺は信じてる。お前は諦めない。チェックメイト。言い伝え通りだな。光は闇に敗北する。また違う策を考えとくんだな。まだ終わってないよ。まだ戦える。いや、そんなはずない。今ので詰んだはずだ。うん、危なかったけどね。でも結末が決まってるのはつまらない。光は目に見えるものだけじゃない、そう言っただろ。光は過去からだって届くんだ。ここは？
何度か来てたのは君だよね。ん？誰？チリシ、ここは終わりの世界。俺はソラ。終わりの世界って何？これ以上先がないって意味だね。これまで君は個々の精神の中で形成される目覚めの園から勝手に来てたから放っておいたんだ。眠りと死の間は密接で、目覚めの園とここはつながってるんだよ。死の間際？そう、心と体が共に最後を迎えたのに消滅しないものがこの終わりの世界にたどり着く。心と体が最後を迎えたって俺どうなったの？何かが君を引き止めてるんだね。だから消えなかった。まだギリセーフだね。俺と一緒にいたみんなは？君と同じタイミングでここに来た人はいないよ。ここに来てないならもう消滅してしまったか、元の世界にとどまってるんじゃないかな。助けに行かないと。ちょっとどうする気？いつもみたいにはここから出ていけないよ。え？さっきも言ったように、君はいつも勝手に来たり帰ったりしてたけど、今回は自分から来たわけじゃない。元の世界にいる本体の君に戻るには、まずこの世界でバラバラになった君を元に戻さないと。え、バラバラになってるの俺？あ、いや、実際には違うけどね。形式上そう言っただけで、中身はともかく姿は君のままだと思うよ。なんだよ、びっくりさせるなよ。めんどくさいな。ここは本来心だけがたどり着ける世界なんだ。でも君がこの世界でその姿を保ってるってことは、君の体もこの世界に飛ばされてると思うんだよね。じゃあこの世界で俺の体を見つければ元の世界に戻れるんだな。そういうこと。いっぱいいるから頑張って集めてよ。ソラ、君は？私はナミネ。ナミネ？よかった。やっぱり君は姿を失わなかったのね。どうしてここに？カイリの心の中にいた私は、強い闇の衝撃を受けて、気づいたらこの世界だった。カイリは？カイリの心は感じてる。君の消滅を食い止めようとして強い気持ち。俺の体が完全に失われなかったのは、カイリがつなぎ止めてる。早く言ってあげて。分かってる。でも君は？ナミネも元の姿に戻したいんだ。うん、私はいいの。私はもともとカイリから生まれた。カイリが復活すれば、またその心に戻る。俺はナミネにお礼を言わなくちゃいけない。データの世界では言えたみたいだけど、この世界ではまだ言えてない。でも、まだ言えないんだ。たとえナミネやロクサスが納得していたとしても、それはきっと本心じゃない。俺は、ロクサスの記憶に触れてそれを感じた。ロクサスを待つ人がいる。でも私はいるよ。俺やカイリやドナルドやグーフィー、王様もロクサスだってナミネに会いたいはずだ。そして一番会いたい人が迎えに行くよ。ソラ、ありがとう。ともかく
カイリが復活すればナミネもこの世界から出られるんだよな。急げよ。あ、待って。え？私は記憶をたどって唯一足取りが途絶えていたテラと話したことがある。彼は今も強い思いで元の世界にとどまっている。私がそのつながりをたどってみるわ。それできっと敗北の運命が変えられる。え？私も戦うってことかな。そういうとこやっぱりカイリに似てる。ありがとう、ナミネ。ああ、これはさっきのお礼とは別ね。うん。じゃあ、行ってくる。気をつけてね。これを集めればいいのか。体を取り戻さないと。
取れ。もうちょっとだ。さ、はっ、ほっ、それ、はつけたみたいだね。あ、じゃあいつものように帰って。冷たいな。だってこれ僕の本来の役目じゃないんだよ。サービスなんだから。そういえばさ、チリシーも姿を保ってるだろ。どっかに体落ちてて見つけられないの？僕はそういうんじゃないよ。じゃああれか、チリシーも誰かの迎えを待ってるとか。近いかな。え、誰だよ、探してやるよ。いいよ、今彼は過去の記憶はないし、何より今の仲間たちときっと楽しく過ごしてる。ここにいればまた彼に会えると思うから。そっか、じゃあまた俺が会いに来るよ。俺たちもう友達だろ。友達か、なんだか懐かしいな。じゃ、俺行ってくる。ありがとう。でもどうやってみんなを助ければ？君はキーブレード使いなんだよね。心を失った人の心を取り戻す力は習得してないの？心を取り戻す、ちょっと違う気もするけど、目覚めの力かな。
よくわかんないけど、自信ないの？いや、助けたい一心。よし！闇を照らす光を探して。導く心のままに。ソラ、俺は信じてる。お前は諦めない。ヘラクレスの世界、ここにリクが。誰もいないのかな。私がいますよ。ジミニー、無事だったんだな。大変なことになりましたね。でも負けるものですか。早くみんなを探しましょう。あ、
ソラが戻った時のようにみんな消えた場所に再生するのでしょう。早く他のみんなも助けに行きましょう。わかった。さっきの敵はあの黒い正気の先に逃げたに違いない。正気の先はそれぞれが別の世界につながっているのかも。じゃあ他のみんなもハートを奪われて。急ぎましょう。
くらえ！とにかく全ての黒い商品入ってみましょう。
しましょう。
逃げ込んだ世界とつながったようですよ。行ける世界はこれで全て回りましたが、一つ足りない。帰りの心がなかった。おかしいですね。お前は？ん？眠りの世界を巡る旅で何も学ばなかったようだな。は？眠りを重ね、闇の深淵へと落ちていった。
今回と似ていないか。今戦っていたリッチは他のハートレスとは違い、奪った心を闇の深淵へと運ぶハートレス。それを追えばお前の心も同じく深淵へと向かう。俺の心はここにこうしてある。お前が取り戻した目覚めの力、本来は心を介して世界に入る力であって、実在の世界で心を追って飛び回る力ではない。力の使い方を誤れば大きな代償を払うことになる。代償？心配してくれてるのか？いや、もう負けたということだ。は？お前が払った代償はもう闇の深淵へと落ちたのだ。待て！お、ソラ！急いでソラ！キーブレード墓場が解放されたみたい！塞がってた道が開いたんだよ！そうか！まだキーブレード墓場調べてない！行ってみましょう！ここにいたのか。おかえり。必ず戻ってくるって信じてたよ。闇を照らす光、カイリだったんだね。俺が消えないようにとどめてくれたのも。私は空を諦めなかっただけだよ。やっぱり強いな、カイリは。もうみんな戻ってる。早く行こう。言ったでしょ、私が空を守るって。あ、もう大丈夫？ありがとう、カイリ。よかった。バサバサ。あと一体くらいならね。行こう。
本当にテラなの？なんだよアクア。あなたの中にテラはいない。え？テラの体を返しなさい。13人目。お前たちはここで敗北する。何を？13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。だが安心する、キーブレードはここで完成する。お前たちに負けることはない。お前は何なんだ？ゼアノートだな。なぜ動ける？この時を待っていた。
どうする？シュワ、俺が止める。シュワ、大丈夫か？ああ、さっきのは古のキーブレード使いたち、過去からの光が届いたんだ。 あれ そろそろ本番にしてくれよ。
お前、過去にゼアノートの心に触れて大きな影響を受けたものを機関として集めている。あれはアンセムに心を支配されていた時の君だ。ああ、嫌なことをする俺が一番強かった時だ。いや、一番弱かった時だ。そうか、だったら証明してやろう。マスターから最後の承認試験だ。なんだって。キューバ忍びじゃ前回同様失敗しかねないからな。キューバしのぎって、まさか俺らのことじゃねえだろうな、先輩。自覚はあるようだな。お前たちが真の守護者かどうか、じいさんから最後の贈り物って話。じゃあ、頼んだぜ。これほどの状況で時間停止の魔法を使えば、この後の決戦まで体力は戻らない。若き勇者たちよ、これくらいしか手助けはできんが、進みなさい。イエンシッド様だけでは。ねえ、ちょっと行け。
僕らもイエンヒット様と一緒にここで闇を食い止めるよ。ドナルド、グーフィー、サザはもう一人でも一人わざよ。後で行くから心配しないで。わかった、必ず合流しよう。急ぎなさい。我らキーブレード使いの運命を刻みし場所、この時を待ちわびたぞ。我らもまたキーブレード戦争の鍵を開く。うん、掴み取るのだ、究極の鍵、キーブレードを。行こう。はい、やってるポッター、それエンディングだ。ナイスとミーチュー。
세이브. 장비. 사사. 스타라이트 고고. 오. 말레이시아. 감사합니다. 말레이시아 사는 거구나. 니크! 스토라! 한국말을 조금 아시나 보네. 싱가폴. 아, 말레이시아, 싱가폴 알죠? 뭐야? 말레이시아 쿠알라룸푸르. 쿠알라룸푸르. 리쿠! 안 돼! 안 돼! さあ、順番が詰まってる。もたもたするな。말레이시아 가보고 싶다. 네. 面白くなってきたぜ。 取っておきだ。 오케이. 오케이. 이렇게 나를까?
아이태원 클래스. 아, 이태원 클래스. 이태원 클래스 하는구나. 아. 박서준. 이거 뭐야? 박세로이, 박세로이. 우유노 박세로이. 이태원 클래스구나. 使えないとダメか。ダメか。お前がキーブレードだって。ああ、その資格はある。どういうことだ。じいさんから受け継ぐ約束になってた。それでこれまで協力してきたって話。お前に扱えるものじゃない。どうかな。왜? お前はアンセムに乗っ取られた時の俺じゃないのか。その時のリクは今のお前じゃないか。あれは俺だ。やっぱりな、この体はレプリカだ。俺はこの時を待っていた。新たな器を手に入れる時を。
何やってるんだ。復活するんじゃないのか。何やってるんだ。俺はもういい。お前がいる。まだ助けないといけない子がいるだろう。その器を使え。お前、ナミネのために。ナミネの器って言ってたよな。ああ、すぐにでも届けたいけど、今は。そうだな。俺はアンセムを追う。わかった。俺はみんなのところへ。ゼムナス、사랑해 KH3는 뭐야? 킹덤 하츠. 속 使わせていただこう。킹덤 하츠 3? 사랑해. 사랑해.Oh!
오, 오사마! 위키! 소라, また 賭けをしよう。 ルールは 簡単。 ここに巻いた カードから 私を見つけて 倒せば 君の 勝ちだ。 뭐야, 어디 갔어? 오사마, 쓰그 다스케르! 쓰그 다스케르! 호라, 호라! 끝났다, 윤호. 역대 무대소 소원이 있다. 이야, 쥬! 왜나? やった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 や
뭐라 이 자식아. やはり君は勝負師に向いている。 これは? ジョーカー、勝負の切り札になる。取っておくといい。ジョーカー。賭けの取り分だ。今度会った時は人間として勝負だ。 次のゲームを楽しみにしておこう。 人間に戻るだけだ。随分生意気な口聞くようになったじゃない。私はね、あんたたちに負けたことが気に入らないの。でもまあいいわ。あんなじいさんの器になるのもゾッとするし。半分半分だったらなぜ。 あいつに付き合ってやっただけだよ。 あいつ? ひみつ。
それは笑ってるふりじゃないよな。ああ、久しぶりに自らに心を感じている。そうか、よかった。私が何者で何のためにこの世界に存在するのか、ようやく取り戻せそうだ。感謝するよ、ソーラ。ゼムナスを追う。ソラはみんなのところに。日が暮れてきた。この床が扉のスイッチになってるのか。Yeah!
こんなところでグズグズしてられない。みんなが戦ってるんだ。やっ、ほっ、それ。そう来なくちゃな。俺一人じゃつまらない。行くぞ。これでどうだ。
てみろ。とどめ。よ、くらえ。もらった。全て失え。炎よ。燃え上がれ。諦めろ。まとわりつくな。それ。やめるなよ。やめるなよ。お返しだ。終わりだ。ベントゥスの欠落した存在。お前はそんなベントゥスの心を補った。だから俺はお前から姿を補わさせてもらった。俺はベントゥス、ソラ、二人によって形作られた。俺たちは欠落を補い合っている兄弟なんだよ。そう思うなら、なぜ敵対するんだ？協力し合えばいいだろう。それが俺の生まれた意味だ。俺が闇だからこそお前たちは光として存在できる。協力し合えてじゃないか。そんなこと、そんなことは頼んでない。どっちが光だとかどっちが闇だとかそんなこと分ける必要はない。俺は俺、お前はお前、自由に生きればいい。自由？ああ、自由に生きているさ。こうしてな。闇に囚われていることが自由なのか。それが俺の選んだ生き方だ。そうか。それでいいのか、バニタス。お別れだ。やめろ。テラ、俺が助けるよ。
ずこの地に戻り、二人を守る。テラ、今だ。つながりを絶やさずにいてくれたおかげだ。よかった。ベンの声が聞こえた。やっぱりお前が俺を助けてくれたんだ。ありがとう。二人はすぐには戦えない。テラ、二人を頼む。ダメだ、ソラ。俺も行くよ。今無理をしても、かえって仲間が危険だ。そういう相手だ。ソラ、お願い。私たちは後から追うわ。うん。ああ、任せといて。遅かったじゃねえか。今までお前には裏切り者の始末をさせていた。だがそのお前が裏切ったのなら、リーダーである私が始末しなければな。そりゃわざわざご足労だな。でももうあんたは俺のリーダーじゃない。ああ、お前は奪われたチェスの子はボード上から退場したそうだ。もう何の役に立たない。悪いが、俺はこれでも人気者だな。
みんながまだ俺を頼りにしてるんだ。そうか、フェードアウトはできねえ。記憶したか。つけ焼き刃のキーブレードなど素手で十分だ。お前という想定外によって我らの計画は何度か狂わされた。最後はせめてその光に染めた心を闇に捧げろ。お前も裏切るのか。命を奪えば目的は果たせない。必要なのはぶつかり合う光と闇の心。魂は必要ない。そうか、お前たちも親友だったな。ならばお前が命を奪え。お前誰なんだ。もうやめよう。君は もうやめろって。もういいんだよ。しよう。使えない人形だ。シュン。キーブレードを失ったお前にまだ光の守護者としての資格があるのか。所詮代役は後回しでいい。親友に触るな。なぜお前が。交代だ。ロクサス。体はどうした。お前には器はないはず。お前たちと同じだ。何だと。お前たちの多くのメンバーはこの世界の過去から心だけを移動させている。この時間に用意した完璧な器、レプリカの中にな。なぜそれを。俺をこの世界に戻すために多くの人が力を貸してくれた。賢者アンセム、ゼクシオン。彼らだけじゃない。お前は誰からも心からは信頼されていなかった。心か。俺がこの世界に戻るためには最後にどうしても必要なものがあった。それはつながりだ。空が俺をこの世界につなげてくれた。親友たちのもとへ。待ってた。ならばその心を最後の舞台に散らしてやろう。返
帰り。空、光の欠落はお前が埋めるがいい。そこに転がる闇の欠落もスペアは。アクセルは休んでて、あなたの代わりはロクサスが、私はカイリーの代わりに戦う。まあキーブレードに関しちゃお前らが先輩か。うん。なんだその顔は。ったく、いいように操られてんじゃねえよ。もうおまじないは必要ないんじゃないのか。ああ。だったらそんな顔するな。お前こそもう無理はやめろよ。ずっとあの子を探してたんだろ。そうかもな。俺は奴らの味方になってまで真面目に探してるのに、お前は忘れたかのように他の友達を作り、楽しそうに過ごし始めた。そんなお前に苛立ちしか感じなくなった。目的が遠ざかった感じがしていた。忘れたことはない。ああ。分かってる。お前はそんなやつじゃない。多分羨ましかったんだ。素直だな。こんな恥ずかしいこと人間に戻ってからは言えないからな。またな。アイさん、またな、リア。帰りを追って先に進め。ああ、じゃあ行くよ。あとは頼んだ。さてどうするか。アイス買ってくれよかったな。
夜か。遅いぞ。悪い。ゼムナス、帰りはどこだ。帰りがどうかしたのか。ゼムナスに連れ去られた。落ち着け、少年。ソラだ。13の闇と7つの光は衝突によってここに9つの鍵が揃った。鍵？残る鍵は4つ。これから最後の4つの鍵を生み出すこととなる。結局13人全員と戦わなければ鍵は揃わないだろう。何のためにプリンセスを捕らえたと思っている。カイリ、キングダムハーツが出現してもお前たち4人を倒し扉をすぐ閉じてしまえばいい。そうだな、そうかもしれん。お前たちが無事ならばな。
がおかしい？言ったはずだ。大きな代償を払うことになると。だから代償ってなんだよ。俺は元の世界に戻り、未来へと進む。だが空、お前は違う。お前の旅は終わる。はあ？さようなら空。お前はこの世界から。アンセム、これで俺とお前の旅も終わる。不思議なもんだな、なんだか寂しさを感じる。お前は闇さえ包む強さを持っている。もう負けていたようなものだ。少し悪あがきも考えてみたが、我々の仲間に裏切り者がいると知っても、正直どうでもいいと思っている自分に気づいた。アンセム。さあ行くがいい少年よ。お前たちはまだ行くよ。探求の旅を続けるのだ。まだ終わらん。
今のお前には心があるんだろ。何を感じてる。これでよかったのか。そうだな。私は仲間も得たが、彼らを捨て駒にもした。結局残ったものは孤独。長い時間忘れていた感情がやっと戻ったと思えば、それは寂しさだった。こんな感情ならやはり必要なかったな。それが人間だよ、ゼムナス。そっか、人間か。人間は強い。でいよいよ12本、最後の一振りだ。キーブレード戦争の続きを。
おお、これぞ真のキーブレード。さあ、真のキングダムハーツよ、我にまだ見ぬ世界の真理を。やっぱり三人で一人前がいいよね。ドナルド、グーフィー。もっと、僕はあれはよさぶやんや、あれそれは落ち込んでないで。マスターゼアノットを止めなきゃ。ああ、でももうキングダムハーツは開かれた。カイリだってらしくないな。みんな遅くなって悪かった。お互いいろいろ説明がややこしくてな。マスターゼアノート、キングダムハーツを開いてるのね。どうすればいい？一つだけ可能性がある。王様、レク、大丈夫なのか？心配ないよ。ああ、可能性って？承認試験の時、ゼアノートは自らがポータルの存在になったことを告白したはず。それを使えば場所も時間も超えられるはずだ。うん、でも危険な戦いになる。アクア、リク、僕ら3人でゼアノートをこの世界から引き離そう。わかりました。待って、俺が行く。ソラ、一番まずいのはキングダムハーツだろ。ゼアノートは俺に任せて、みんなは扉を押さえてよ。一人前だからな。みんな急ごう、闇が広がっている。ソラ、君は？カイリは大丈夫だよ。心を感じる。ありがとう。
ここはどこだ？綺麗な場所だね。ジャスト、それがエグソマリオ。行こう。マスターゼアノートもいるはずだ。うん。そら、街の方に行ってみよう。本当に静かなところだね。誰もいないよ、あの。おい！あれ？
こんな世界に飛ばされるとはな。マスターゼアノート。見よ、この街を。これこそかつてのキーブレード使いの都。世界はこの街を起点につながるのだ。手の時間の我が集う。かの地、スカラアド変えるのに。急がないと。
아오 빡빡이 새끼. 야! 하! 뭐라다! 야! 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 어, 가했다! 아직도 남았어? 안 죽었어? 끝이 없냐, 빡빡이? 언제 죽는 거야, 빡빡아? お前の計画はもう終わりだ。
他の世界に飛ばしてしまえば、はい、計画を阻止できると思ったようだが、あ、コリアまで戻るんだろう。Where are you from? Spain? Oh. Everything in the sky is connected. What's new?
뭐야? 죽었어? 어? 뭐야? 소라. 일어나. 노다이.